すごいですよね、常磐線なんですけど。これが常磐線の踏切なんですけど、ちょっと当たってみましょう。あ、常磐線の踏切はこれ色分けしてあるんですね。東武とは違うんですけど、あ、色分けしてんですね。赤が自動車で緑が歩行者ですね。でそしてこちらが常磐線上り方面ですね。こちらが常磐線上り上の東京方面に なりまして、こちらが、常磐線下り方面の線路になるんです。下り方面なんですね。この向こうに見えるのが JR 常磐線の北千住駅ですね。あ、でこの線路が上り方面の線路だな。これ上り方面の線路になってます。いやー、ここも高架橋の下の踏切なんです。すごいな。あー、この高架橋と高架橋すげえ。これ2路線のさ、鉄道の2路線の鉄道高架橋、それに挟まれたこの踏切すごいですよね。いやー、なんだろう、こうこの高架橋と高架橋の間、なんかすごい味わい深くて、これなんかグッときますね。すげえ。それにしてもね、これすごいな、本当にすごいですよ。これが大都会北千住ですね。大都会北千住。あー、なんかこれ踏切に、あ、この踏切注意っていう表示があって、ダブルか、踏切注意ってダブルであるってすごいな、これ。で警報が鳴ったら絶対に渡るなってあって、あー、そういうことになったんだ。で列車でこういう看板がある。ここ北千住1丁目踏切って言うんだ。すごいな、北千住1丁目か。いやー、すごいな、この踏切。いやー、踏切ダブルってすげえな。それではこの踏切ちょっと渡ってみよう。でこれが常磐線上り方面の線路ですよね。この奥に見えるのが常磐線の北千住駅ですね。うわ、もうやべえ、踏切なっちった、危ね危ね。あ、踏切なっちった、急げ急げ、やべえ、しまちま、お、危ね危ね、あ、危ねえ、危ねえ。いや、しかも開かずの踏切の前に警察署があるってやばいな。なんか治安の悪さって感じるな。すごいな、この踏切。あぶねえ。ああ、それにしても常磐線って、あ、すごいな、この踏切ダブルコラボ。これ N ゲージ、これ模型で再現してみると、なんか ものすごくリアルになりますよね。すげえ。お、常磐線531、いやー、この踏切再生回数どこまでいくかな、わかんないけど、まあ、できるところまでやっちゃわないとな。いやー、すごいな、これ。いやー、踏切、それにしても交通量多いですよね。で、あと常磐線と東武線の踏切、常磐線の踏切と東武線の踏切の間って、そうですよね。おお、また来たか、危ない危ない。これ車何台分くらい止まれるかな。 4,5 台分は止まれるかな、この辺りは。なんか4、5台分は止まれるかな。
いや、今ちょうど常磐線の電車、あ、で今常磐線のこの踏切なんですけど、あ、常磐線の踏切ここにですね小屋あるんですけど、これもおそらく踏切保安員の小屋かなと思うんですけど、常磐線の踏切なんですけど、この踏切もかつては手動ワイヤーロープ式の遮断機だったんでしょうかね。お、なんだ、あー、今常磐線の231がいるんでこれから出発っすね。でもそうですよね、常磐線でこの踏切保安員が、踏切保安員の小屋があるの、ある踏切って唯一ですよね。あとは埼京線のなんか、あれ板橋だっけ、十条だっけ、十条道踏切にもありますよね、こういうの。お、お、231、いや、いいですね、開かずの踏切。やっぱり踏切が好きな人とか俺みたいな電車好きにはたまらないですよね。すげえや。それじゃあ渡っていきましょう。いや、すごいなこの踏切。もともとこの常磐線の踏切ってここ元は手動ワイヤー式の踏切だったんかな。にしてもね、この踏切の前に警察署があるとはすごいな。ってことは千住警察署ってこれなんかな、これ千住警察署なんかな、多分千住警察署ですよね多分。いやー、なんか踏切の前、開かずの踏切の前に警察署があるって、これ新たな発見ではあるんですけど、すごいよなこれ。これが大都会北千住の踏切なんですね。すごいよなここ。もう一回ちょっと渡ってみるか。あと東部の開かずの踏切とは違って、この踏切にはガードマンこと保安員は常駐してないんでしょうかね。ここにもやっぱり保安員、ガード、開かずの踏切のガードマン常駐してほしいですよね。なんでここ、なんで常磐線の踏切は常駐してないのかな。そこまで開かずじゃないからかな。何なんだろう。それにしてもすごいよなこれ。今、お、また電車来た。お、今度向こうから来るんだ。よし、さあまた電車来るんで待ってよ。いやー、それにしてもこれ踏切の遮断機すごいですよね。で、常磐線の踏切の遮断機は、この踏切もですね、東部と同様、この折りたたみ式の直角式の遮断機になってるんですね。これ直角式遮断機になってんですね。お、531だ、531。いやー、開かずの踏切、まあ開かずの踏切はやっぱり、まあ地元民にとっては大変だよなこれ。お、2050系だ。おー、2050。2050系もとうとう2050系も残り3、4編成になっちゃったんだよな。ただお目当ての2050系待つのが大変なんだよな。